今回のテーマ、二進数と平均値と標準値。おはようございます。まさるです。今回は基礎理論の分野から二進数と平均値と標準値について一緒に勉強します。それでは始めましょう。令和2年秋、問い62。10進数155を二進数で表したものはどれか。あ、い、う、え、どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、こちらが正しい選択肢です。それでは解説していきます。まず10進数と2進数の違いについてお話しします。10進数とは普段私たちが使っている数の表現方法です。0から9の数字で構成されていて、9の次で桁上がりをします。例えば出題されている10進数155はこのように表現されます。1の位が5、10の位が5、100の位が1。これで155です。これは1が5個と10が5個と100が1個で155を表しているわけですね。ではこれを二進数にするとどうなるのかというのが今回の問題です。二進数というのはコンピューターの数の表現方法です。コンピューターは電気信号のオンとオフの2種類しか理解できないので、0と1、2種類の数字で数を表現しています。では10進数の155を二進数に変換してみましょう。すると10011011という数字の並びになります。ではなぜこのような数字になるのか説明していきますね。まずはこの問題で最初にイメージしてほしいのはこのようなワークです。1、2、4、8、16、32、64、128。二進数なので隣に移動すると2倍になる枠をイメージしてください。この数字をここでは基準値と呼ぶことにします。この枠の中に1が入ると基準値の値があることを表現します。ちょっと難しく感じる説明ですが、10進数を思い出してください。100の位に1があると100が1個ある。10の位に5があると10が5個ある。1の位に5があると1が5個ある。これと同じことです。では10進数の155を二進数に変換していきます。まずは128の位です。もしここに1が入ると128が1個存在することになります。つまり155のうち128が表現できたことになります。残りは 155-128 で27です。残り27を表現したいのですが、64の位と32の位は表現したい27よりも大きい数字なので、ここに1を入れることはできません。よって0を入れます。次は16の位です。ここに1を入れると16を表現することができます。27のうち16を表現することができたので、残りは11。次の位に行きましょう。次の枠も11-8 で計算することができるので、ここにも1を入れることができます。残りは3です。次の4の位は残りの3よりも大きい数なので0ですね。2の位は 3-2 で計算することができるので1を入れることができます。最後の1の位、ここも 1-1 で計算することができるので1が入ります。これで10進数155を2進数に変換することができました。128が1つ、16が1つ、8が1つ、2が1つ、1が1つ、すべてを足すと155になっているはずです。つまり10進数155を2進数に変換すると10011011になるということです。最初は難しいと思いますが、まずは基準値を覚えることを意識してみてください。1、2、4、8、16、32、64、128です。そしてこの枠の下に1が入ると基準値の数が表現できていることになります。それでは問題を見直してみましょ10進数155を2進数で表したものはどれか。正解はあ10011011です。それでは次の問題です。令和4年春問い59。次のデータの平均値と中央値の組み合わせはどれか。データ1020202040501004402000あいうえ、どれが適切な組み合わせでしょうか。それでは正解の発表です。正解はえの組み合わせが正しい組み合わせです。それでは解説していきます。まずは平均値と中央値についてお話しします。平均値は全ての値を合計して、その合計をデータ数で割った値です。平均値の特徴は外れ値の影響を受けやすいことです。外れ値とは極端に大きい値や極端に小さい値のことです。一方、中央値は大きさ順に並べた時の中央に位置する値です。中央値は平均値に比べると外れ値の影響を比較的受けにくいという特徴があります。では今回の問題のデータを見ながら平均値と中央値を求めていきましょう。まずは平均値です。平均値は全ての値を合計して、合計をデータ数で割った値ですね。今回のデータの合計は2700です。データの数は9個なので 2700÷9 で300。平均値は300であることが分かります。では次は中央値です。中央値は大きさ順に並べた時の中央に位置する値でしたね。データの数は9個なので中央に位置するのは5番目です。5番目の値は40。よって中央値は40です。では問題を見直しましょう。次のデータの平均値と中央値の組み合わせはどれか。正解はえ、平均値が300、中央値は40です。今回はデータに2000という少し大きめの値が外れ値のように存在しているので、平均値が外れ値の影響を受けていることが分かりますね。一方、中央値は外れ値の影響をあまり受けていないことが分かると思います。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は平均値と中央値の勉強をしたので、厚生労働省が発表しているデータをもとに1世帯あたりの所得の平均値と中央値を一緒に考えていきたいと思います。ちなみに皆さんは1世帯の所得は年間いくらだと思いますか？2022年令和4年の国民生活基礎調査の結果によると、1世帯あたりの平均所得金額は約545万円、中央値は423万円でした。平均所得額の方が中央値よりも約122万円大きいことが分かりました。これは一部の世帯の所得額が高額になっており、外れ値として存在することを意味します。所得格差が大きくなりすぎると経済成長が低下するというデータもあるので、バランスの取れた社会を目指していきたいですよね。それでは最後に復習です。令和2年秋問い62。10進数155を2進数で表したものはどれか。正解はあ10011011です。次の問題、令和4年春問い59。次のデータの平均値と中央値の組み合わせはどれか。正解はえ、平均値が300、中央値は40です。最後にお知らせです。まさるの勉強部屋では Discord を使ったオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく、横のつながりが作れるようなさまざまなイベントを用意して楽しく成長できる機会を提供しています。参加希望の方はチャンネルメンバーシップから対象のプランを選択していただくと参加をすることができます。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。